ここからは新型コロナウイルスの影響で大きな打撃を受けた韓国経済の現状についてお話を伺っていきます。まず韓国の GDP の成長率の推移見てみたいと思いますが、こちらのグラフです。90年代 6% 以上の成長率を保っていた韓国なんですが、97年のアジア通貨危機の影響でマイナス、98年がマイナス 5.5% に落ち込みました。でその後は V 字回復を果たし、リーマンショック時も含めずっとプラス成長を続けてきたんですが、先月28日韓国銀行が発表した予測では今年の GDP はマイナス 0.2% で、98年以来22年ぶりのマイナス成長となる見通しです。今回はリーマンショック後の2009年以上の落ち込みとなるということなんですが、真田さん、マイナス 0.2% というこの数字どうご覧になりますか？はい、私はね、もっと下がるような可能性というのは十分にあるんだと思うんです、はい。でね、まず私はここで申し上げたいことはですね、1997年8年の落ち込みというのは金融経済が傷んで経済成長率が大きく悪化した、はい。だから実体経済は傷んでなかったので、金融が戻ってくると V 字回復が可能だったわけです。なるほど。で特にその金融が戻ってくると申し上げた背景にはですね、IMF が国際通貨基金がですね、韓国をサポートするような形で、そしてですね、金融を健全化に戻すのがスピードが速かったんですね、そしてそういう中で為替レートの調整なんかもありながらですね、V 字回復、輸出を中心として V 字回復がしていった、というようなことだと思うんです、ところが今回はですね、韓国も実体経済が痛む中で、そしてマイナス成長になってきている、そういう中で、日本以上にですね、失業の問題が大きく出てきていて、そしてまたそれを背景として韓国社会にはですね、貧富の格差の問題もまた浮き彫りになってくるような今状況が少しずつ出来上がってきている、悪い方ですね、そういうような状況になってきている、ですからね、このマイナス 0.2% という状況がですね、こういう悪い状況がですね、実体経済の回復には時間がかかりますから、V 字回復がなかなかできないような状況に、このまんまですね、このコロナの問題が長引けば長引くほど、回復に時間がかかる、というふうな見方をですね、すべきだというふうに僕はまず思います、はい。そうそう、韓国の成長率がマイナスになるということは、もう日本よりはるかにその外需の依存度、そう輸出主導の国ですよね、ということはマイナスということは、要するにコロナによって世界経済が冷えて韓国の製品を買ってくれる国が少なくなってくる中で、韓国自体の内需によってこの国が立ち上がっていく、プラスに軌道を回帰していくという可能性はあまりないと見ています。それはですね、やはり例えば日本と比較すれば圧倒的に少ないと思いますね、やっぱり輸出対比の GDP 対比の輸出の比率というのはもう 33% ぐらいありますからね、やはりそれだけ外需におっしゃる通り依存しているわけでですね、ところがこのコロナの問題で世界中が傷んでいて、なかなか新しい製品を買ってくれない、というようなことになるとですね、韓国経済の浮上というのは非常に厳しい、そして例えば今日のニュースなんか見てますとね、ポスコというですね、セコメカありますよね、スティールメーカー、ここがですね、有給休業をすると、すなわち従業員にはお給料払うんだけども、休業するぞと、そういうようなですね、発表をしてるんですね、ですからやっぱりかなりですね、実体経済の痛みというのが、こういったポスコの動きなんかを見ても、深いのではないかなというふうに思います。もう一つだけ、ただそうした一方でですね、半導体にはですね、ひょっとしたらば活路が見出せるかもしれない、すなわち世界の中で例えばこういうオンラインとかそういったものが流行ってくるというか、使われてくるとですね、半導体関連製品は結構いけるんじゃないか、そうするとそこは生産が戻ってくるのが早いのではないかというような見方があって、韓国はそこが強いところですよね、ですからそこに活路を見出すようなことっていうのはあるんだと思うんです、でそれを考えたときにはさっきのお話に戻りますけれども、日本との関係においてですね、ちゃんと3品目の問題については改善してほしいとかですね、これはい、これはい、そうですね、こういうものも改善してもらって、韓国がその、半導体景気が世界的にコロナがあっても戻ってくるときにですね、一気にここでロケットスタートをするような状況を作るためにもですね、これはやっぱり取り外してほしいわけです。なるほど。そんなようなことをですね、韓国側は僕は考えているというふうに見ています、鈴木さん、その韓国経済の今の成長率を見たときに、その弱さ強さはどんなふうにご覧になってますか？成長率は今年みんな世界中のほとんどの国がですね、マイナス成長になると思います、だから韓国だけがなるわけじゃないんです、ただですね、ポイントがありましてですね、
たまたまですけども韓国の生産年齢人口の比率がピークアウトしたときに、うん、この新型コロナによる収縮が重なってしまった。なるほど。で実は2019年ぐらいから韓国の GDP っておかしくなっててですね、はい、それであの韓国の分析によれば何十年ぶりかに日本より成長率が去年落ちたんじゃないかと、うん、それから韓国の GDP はもう去年あたりから実質的に縮み始めた、うん、という議論が始まってるわけですね。なるほど。で私たち人間の体でもそうですけど、うん、若い人が新型肺炎の、あのウイルスに取りつかれてるよりですね、はい、年寄りがなった方が打撃多いですよね、はい、まさに経済がですね、うん、高齢化してる人がですね、うん、この新型肺炎による需要の急減に遭うとですね、うん、それは打撃が大きいわけです、うん、韓国は非常にそのこの少子高齢化による急速な経済の縮みとですね、はい、新型肺炎による縮みが重なっちゃってるから、うんうん、ある意味で非常につらいというのが一点です、うん、でもう一点はですね、まあ、世界中 GDP が小さくなるし輸出も減るんだから、はい、それは驚くべきことではないんですけど、うんうん、韓国の場合は通貨危機を起こしやすい。それはどういうメカニズムですか？それはですね、韓国の場合過去を見るとですね、はい、貿易収支が赤字になるかそれとも黒字幅が急速に減った時に通貨危機が起きているわけです、うん、なるほど。でまだ資本蓄積が完全に日本ほどありませんから外貨は持ってませんから、はい、やっぱりマーケットはそれを見ててですね、はい、あれ韓国って外貨繰りがしんどくなるんじゃないかなと思えばですね、はい、ますます逃げ出すわけですね。なるほど。でもう一つ韓国の左翼政権がばらまき福祉を去年からやってるんです、はいはい、そのためにですね財政赤字が急速に膨らんでるわけです、うん、でイギリスの格付け機関がこれ以上膨らましたら格付け下げるよって言ってるわけです、うん、で日本の場合は機械的に財政赤字が大きいから格付け、うん、韓国よりも低いんですけども、うん、でも実際誰もそう思ってないのは金利が安いというのはですね、誰も日本が破綻すると思ってないからです、うん、格付け機関はあの公式的に機械的にやれば、はいはい、で韓国の場合はですね本当にこれは通貨危機がまた起きるんじゃないか、うん、その引き金はですね、うん、財政破綻から来るんじゃないか、うん、というふうにみんな思い始めて。なるほど。で今日の朝の朝鮮日報っていうところがその大特集やってるんです、はいはい、もちろん若干バイアスがあってですね、うん、なんとかしてこの保守新聞はですね、うん、あの文在寅政権の悪口言いたい、はいはい、だからですね、まあ、必死に経済部が一丸となってですね、うん、4、5本原稿を出してですね、中にはちょっと無理筋じゃないかなと思う原稿もあるんですけど、うんうん、4本はまとめてですね出して、ムン・ジェインみたいな左翼政権だとまた通貨危機が起こるぞってことを書き始めてるんです、うん、なるほど。ただですね、朝鮮日報の記事が正しいかどうかは別として、はい、これは真田先生のご専門ですけど、うん、そう書かれたらマーケットだよ、そっちの方行っちゃうわけです、うん、ファクトがそうなっていなくてもその記事によってマーケットって動くもんですか？まさにこれは、まあ、いや、はい、どうぞ。いや、マーケットってそれと動くわけですからですね、はいはい、でその現実がマーケットを作り、またマーケットが現実を作る。なるほど。で韓国の今日の朝鮮日報の見出しは面白いですね、うん、格付けの低下と矢印があって、うん、はい、で信用不安、うんうん、そして格付けの低下という悪循環。ああ、はいはい。一遍あいつは悪いやつだ、危ないやつだって言われたらですね、はい、みんなが金を貸さなくなる、はい、うん、そうするとますます金を返せなくなる。なるほど。そうするとますます金を貸さなくなるっていう悪い循環に陥って、うん、これは1997年の時に起きてるわけです。なるほど。だから、はい、どうぞ。ちょっと日本とは違うですね、うん、同じように GDP が下がっても、うん、同じように輸出が減っても、うん、ちょっと韓国は特殊な病気を抱えてる、うん、持病持ちですから、うん、ちょっとそこに注意した方がいいだろうなってことですね。今の話いかがですか？はい、外貨資金繰りっていうのは非常に重要なわけですね、はいはい、韓国の場合にはですね、はい、手元に自分の外貨を持っていないから、はい、で対外債務としてドル建ての対外負債を抱えているわけですから、うん、はい、そうした時にですね、まあ、今のお話のようにですね、うん、財政の状況が悪化して返せなくなるんじゃないかなというふうな不安が出た時にですね、多分先にマーケットで起こりうることは何かというとですね、ウォン、うんうん、安が為替の方がやられてくるんです。ほう。通貨は
国家の主権の、それで実体経済ではなくて、例えば新聞に書かれることによってその応援が始まったりしますか。それはですね、はい、新聞の報道のですね、はい、中身のその正確性とか、はい、そういったものはもちろんあると思うんですけれども、はい、ね、うん、しかしながらもう一つ申し上げたいことはですね、はい、その韓国だけを専門で見ているようなマーケットプレイヤーっていないんですよ。なるほど、はい、ですから、うん、いろいろなところを見ながらですね、うん、こう見ているわけですけれども、うん、その中で、うん、その信頼すべき、マスコミ報道がっていうような形でですね、うん、マーケットが受け止めるとですね、はい、その報道にやっぱり流される部分というのは間違いなくそれはあります、はい、でそういう中で、はい、まあ、各紙がそういうことを書き始めることによってですね、うん、危ないんじゃないかというここでも疑義が生じるわけですね。なるほどね。でそういう疑義が生じるとですね、とりあえず話しておこうと、手放しておこうと、はい、株だったら売る、それから為替だったら少しウォンを売っておくと、うん、そうするとウォン安が起こったり株安が起こったりして、うんうん、でこの時に聞くのはですね、うん、僕はやっぱり為替の方だと思うんです、うん、ドル建ての債務が多いっていうことはですね、うん、ウォンでいくら稼いでも返せないような状況がどんどん起こっていくわけですね、はいはいはい、ですからそれが本格的に動いた時には韓国はかなりピンチじゃないかというふうな見方が出てくるんだと思うんです、うん、1200ウォンぐらいの水準で動いてますので、はい、この水準はまだ大丈夫です。なるほど。でももうちょっとですね、うん、急激に極端にですね、大円安に動くとですね、うん、これはやっぱり韓国に対するデフォルトリスクっていうのは高まったというふうにマーケットは見るでしょうし、うん、まあ、その辺のところでですね、一気に、うん、為替の問題、金融の問題で韓国はディフォルトに陥るというようなこともですね、ピンチになった時にじゃあドルを供給しますよっていうスワップみたいなね、はいはい、その協定っていうのがこの間コロナがコロナがバーッと世界に広がった後、アメリカは世界中の何カ国かの国々に対して新たにスワップ協定を結んだ中に韓国も一つ入っていて、はいはい、ね、そのアメリカの韓国に対するその通貨供給の約束っていうのは今みたいな状況に対するなんて言ったらいいんですか、不安除去材料としては十分なものなんですか。今のところはですね、不安除去剤としてですね、はい、効果を示していると思います。あ、なるほど。ですからそれが背景で、はい、今申し上げたように20001200本ぐらいでですね、はいはい、一応とどまってると思うんですけれども、うん、あれ期限も決まってますし、それから米ドル国債担保、はい、融資ですよね。ですからその辺のところでですね、うん、アメリカがやっぱりその担保に対してですね、はい、これ以上追加で出さないぞというような動きを見せるとですね、うん、通常の我々がディスカッションしているスワップとは違いますので、うん、その保険にならないということです。先ほど鈴木さんがおっしゃったスワップはですね、はいはい、総務契約でお互いに困った時には融通し合いましょうよということだから保険になるわけです。なるほど。でも今反町さんがおっしゃられた、うん、そのアメリカが今出している、はい、供与しているものは保険としてはですね、やっぱり弱い、それよりは弱いわけです。韓国政府はじゃあそれの今の現状においてはまだじゃあ外貨準備ないしはそれプラススワップにおいては不安感が残るわけじゃないですか。残ってると思います。で日本に対してスワップ、まあ、表立ってはまだ求めてきてるんですか。表立っては来てないと思います、ね、来てないですよね。多分でも水面下では、ね、アプローチがあるんじゃないかなと思うんです。その時じゃあ日本はアメリカ、その要するにこの対韓政策において通貨供給スワップにおいても日米というのは連携すべきものなんですか。つまりアメリカがスワップするんだから日本も供給するという形において一応その日米で韓国を支えるという姿勢を示した方がいいのか、それとも先ほどの黙って金融制裁どっちなんですか。日本はですね、はい、アメリカから言われない限りはですね、連携する必要は全くない、はい、ただしアメリカから言われた時には連携した方がいい。ほう、これはやっぱり日本とですね、の今の立ち位置を考えた時にですね、はい、やはりアメリカにきちんとくっついて動いているっていうことがですね、うんうん、日本の安全保障には間違いなく私は効果があると思います。いいか悪いかとか正しいか正しくないかちょっと避けてください。理屈っぽく考えるのって意味でおっしゃってます、はい、それはじゃあ例えばじゃあアメリカは何の判断で日本にゴーストップをかけるというふうに見たらいいんですか。私は韓国が中国によるのか寄らないのか、もっと言えば韓国がアメリカから離れるのか離れないのか、その辺の温度によってですね、彼らはその最終的なデシジョンをしてくると思います。これじゃもう離れ、もう中国向こう側に行っちゃうなと思った時にはもう出さなくていいよっていうふうにシグナルが来る、そういう意味でおっしゃってます。来ると思います。で、はい、だけれども、はい、今はまだ韓国側の動きを見ていると、うん、そこまでの動きではないというふうに多分判断していると思うし、うん、それからアメリカの側もまだ向こうに完全に行ってほしくないというところがまだあるんだと思うんです、うん、じゃあ行きそうな韓国に対してアメリカはスワップ出して日本にもちょっと手伝ってやれよということを言って自分側に引き止めようとする、そういう可能性もあるというふうにおっしゃって、その可能性はですね、もう可能性としてはもちろんありますが、はい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 、今のところは多分低いと思います。
鈴木さん、これいかがですか、スワップに関して日本はその韓国に対してスワップすべきかどうなのか、どうご覧になってますか。まずアメリカの韓国に対してつけた600億ドルの為替スワップはですね、はいはい、あれは罠みたいなもんでして、いっぺん、まあ、言葉悪いけど矢さんにしゃぶ漬けにされたようなもんです、はあ、600抜けられない、その300、はい、30% 使っちゃったらですね、はい、で多分今のところ外貨事情は良くなってるから、うん、それ以上スワップ枠を行使することはないと思いますけど、うん、はいはい、このまま韓国の貿易収支の赤字が続くとですね、うんうん、やっぱり外貨が欲しくなってる。なるほど。でところで今年の9月に一応スワップは終わることになってるんです、うん、あ、9月で終わるんでしたっけ。6ヶ月ですか。でその時にじゃあアメリカが返してねって言った場合、うん、韓国が返せるかどうか、返せればいいんです、うん、返せなかったらですね、うん、デフォルト起こしかないなとマーケットは判断して、うん、まさにその時にウォン売りが出ちゃうわけです。だからスワップは助けるように見えて親切のように見えて、アメリカが韓国を縛り上げるですね道具だと思います。じゃあ例えばその当然もう来月7月8月ぐらいになるとね、じゃあ韓国はその600億ドルのうちのどんくらいを使っているのか、じゃあそれがちゃんと9月になった時に返せるのかどうかっていうのをみんなこうやって見出しますよね。結構だから今 30% 使ったよねと、はい、で6月28日にその1回目の償還が、あれ結構短期なんですよ。あ、であれをロールオーバーせずに返すかどうかってみんな見てるわけです、はい、あれで短期のやつを返したら来たらはまだ今のところ大丈夫だなと思うんでしょうね。ほう、結構ねじっとみんな見てる。それもう一つはですね、貿易統計です。なるほど。これが外貨準備を積んでいくわけですから、はいはいはい、赤字か黒字かそういうことも全部含めてになるわけですね、はい、その意味でいうとじゃあ今韓国って直近でいうと貿易赤字なんですか。4月は赤字でした。9月の通関統計では赤字でした、うん、で5月はですね、うん、の通関統計ではほんのわずか4億ドルぐらいの黒字ですけど、うん、韓国の通関統計ってのはの特に速報ってのはインチキなんです。は、本当に通関検査を終わったのが輸出に立つわけじゃなくて、はい、輸出業者がですね、うん、多分月末までに僕は輸出できると思うよってのがの報告に過ぎないんです。なるほど。ですから時々ですね、時々年中と言っていいかな、政府に忖度してですね、うん、多めに言うわけですよ。なるほど。だから韓国の通関統計ですごい癖が2つあって、一つはですね、だいたい速報値が輸出の速報値が、うん、実態の後で確定値よりも低い、高いってことになる。実際ね、確定したとか低くなっちゃう。なるほど。なるほど。もう一つはですね、月末になるにしら、はい、20日ぐらいまでは貿易赤字でも、はい、突然月末になると貿易黒字になっちゃうんです。それはそれは報告ですから、はい、輸出できると思うっていうだけの話です。見込みで持っちゃうんですね。持っちゃう、はい、今そこのところみんな分かってますから、はい、ほんまかいなと、うん、でなおかつですね、国際の的な原油市況が戻ってきたわけです、うんうん、韓国も日本同様ですね、原油が高いと貿易収支が当然赤字になるわけです。そうですね、そうですね。で4月の段階ではですね、原油がものすごく安かったので、はい、もう赤字になった、うん、これから5月初めぐらいから戻ってきてるわけですね。そうですね、うん、ということは赤字要因が増えてくるわけです、うんうん、と、まあ、まだ先は分かりませんけど、はい、みんな結構、まあ、心配しながら見てるだろうなってことですね。心配、まあ、心配という美しく言えば心配ですその意味で言うとですよ、その6月7月になってこれはいよいよまずいぞとなった時に、韓国はアメリカにその追い返しつっちゃいけないのか、追加を頼むのか、じゃあ何しろ日本とか他の国に頼むのかっていう、その韓国の選択肢っていうのはたくさんあるもんなんですか。まだ600億ドルのうち30% だけですから、はい、その他の厳密に言うと為替スワップであって、はいはい、韓国の民間銀行がアメリカの FRB からドルを借りるって形ですけども、はいはいはい、そこでまあつないでいくんでしょう、まあ、まだ残り 70% あるわけですから。なるほど、なるほど。ただあんまり上の方に行くと、うん、みんな見てて、はい、お、韓国の鼻のここまで来たぞって見ると、うん、それはまたそれでもまずいんでしょうね、うん、それは、まあ、まさに真田先生たちが見ておられる。どこを見てるんですか、そういう時って。
いや、我々はですね、基本的にマーケットにいればですね、はい、いつ借り入れの期限が来て、はいはい、でいつその新規で借りなくちゃいけないかとかっていうの、はい、こういうのを見ながらですね、韓国の状況を見てますから、今私マーケットから離れてるから、はい、そう細かいデータはないんですけれども、はい、そういうものを見ながら見てますからね、はい、そうするとこの資金調達できるのかできないのかっていうのはマーケットにいればね、大体わかるんですよ。ほう、ですからそうなってくるとここまで来たなと、で、うん、リファイナンスができないだろうな、はい、そうするとディフォルトだよなっていうふうに、うん、少なくテクニカルディフォルトにはなるよなっていうふうにみんな思い始めるわけですね。その状況って日本にしてみたら、その例えばこのもろもろ言っているその徴用工にしても、その他の問題にしてもですね、なんだろう、そのスワップとバーターで何か解決するってっていうことにはならないんですか。外国取引のカードにはならないもんなんですか。日本としてその取引のカードに使えるかということですね。それはやりようによっては使えると思いますよ、はい、それは例えばそのアメリカから の, そのゴーストップのサインは別にしてもですよ、はい、その向こうが日本に対して仕掛けている WTO の話とか、もっと徴用工の問題とかそういうものあるときに、スワップのカードを日本が切ることによって向こうがそれを下げるっていう、そのまあ、全然関係ない世界ですけれども、もうでも向こうにしてみたら、そういうところでこの日本からのオファーを受けることによって下ろさせるということっていうのは、これ外交的にはあり得ると思います。あり得ると思います、うん、ただし私は1997年の時にですね、はい、そういうようなことをですねやろうというふうに考えた時に、アメリカからのストップがあって結局できなかったっていう経験を持ってるんですね。なるほど。ですからやっぱりこの問題についても、やっぱりアメリカと標則を合わせるということは一つ特に外交戦略で使うと思うと重要だと思います、はい、今年のじゃあ6月7月ぐらいの段階で韓国から日本に、まあ、水面下ですよね、言ってくるとしたらね、はい、どうですかって言ってきたときに、はい、まずじゃあ日本側はアメリカと の, その標則を合わせた上で、ゴーストップのサインを確認した上で、その上でただ出すんじゃなくて、さまざまなものとの外交のカードとしてやるチャンスがそこにあるかもしれない。私はあると思います。そこにはあると思います。はい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 、はい